俺が思うテニス上達するやつ。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。テニスぶっちゃけ上達する人の傾向とかってあるの？大人もジュニアも実は結構オンコートオフコートに分けてそれぞれ3つずつですかね、合計6本。自立してないジュニア結構多いですね。本当に上達する人ってまずね、時間の概念結構大事なんですね。で、あとはそのコミュニケーション能力、目的に対するコミュニケーション能力ですって言ったところがまず大事になって、それを踏まえた上で大事になっているのがオンコートでの次の3つです。はい、技術、メンタル、体力です。まあこれはそれは心技体だろうなって。で、技術って何かというと、結構漠然とフォアが苦手なんです、バックが苦手なんです、ボレー苦手なんです、サーブが入りませんとかね、あと簡単にイップスとか使う人とかね。いや、イップスっていうのは毎回取り組んでて、それでも自分ではそうじゃないと思ってる人がそうなる傾向があるんで、まあね、簡単に口にすることじゃないと思います。まあそれはさておき、技術は例えばフォアハンド、この場面のこのフォアハンド苦手なんだよねとか、あとつなげるフォアは得意だけど打ち込むのはなとか、逆にこう打ち込むのはいいんだけどその選択ができないとか、そういう技術です。例えばさっきのボレーの話にも戻りますけど、ボレーをね、いつまでたってもこうなってんだけどボレーがうまくいきませんとか言われたところで、いや、まずここを直そうよ、そう、細かい技術ですよね。例えばもっと試合になってくると、例えば 15-30 のこの場合で相手にリードされてるときは、ね、自分はどうしても萎縮しちゃってスライスになってしまいます。その時にはどうすれば普通にこう展開できるのか、スライスが悪いわけじゃないのかもしれないし、もしくは、ね、その時の自分のその気持ちの問題かもしれないですが、その技術まずは絞っていく、こう掘り下げていく。僕フォアハンド得意なんです、バックハンド得意なんですではなく、そのこの技術的な部分を細かく掘り下げられる。で、シングルスとかダブルスでもこのこういうパターンのこのゲーム展開のこの時がのこれが苦手ですとか、こういうのが大事です。だからレッスンしててもすぐにコーチにアドバイス聞くのももちろんいいと思うんですよ、コーチはそれは商売に。ただできてないのに次のアドバイスとか言った瞬間にああ分かるって言われても、そんな簡単なもんじゃないよね、試合で勝っていくってことは。ね、私そんな試合に、ね、出てるわけじゃないのでこういうのは言うのも偉そうなんですが、まあ、傾向としてはね、やっぱそういう人は多いですよ、かなり。なのでその技術を掘り下げるっていうのが大事なんです。で、これね、やっぱね、絡んでくるんですね。で、技術を掘り下げられない人ってもうね、ジュニアのお父さんお母さんに言いたい。で、別に僕そんな選手育成たとさってわけないですけど、試合出た瞬間にとか、他の人ですよね、メンタルが弱いって一括りにしてしまう人、これメンタルって何って話じゃないですか。メンタルが弱いって気持ちが弱いとかね、じゃあ普段からオラオラ感出しておいてねみたいにガツガツしてればいいかって、そうじゃないんですよ。試合におけるメンタルなんで、それはメンタルが弱いというよりも普段の練習でどう取り組んでるか。で、技術って実はメンタルなんですね。技術力が高ければメンタルって補えるんですよ。この時の自分のこのパターン、これが苦手だからこのケースは自分はどうしても萎縮してしまうと。簡単にメンタルって置き換えるやつ、もうブーです。はい、やつではね、ちょっとこうあれですけどね、メンタルって本人が一番感じるところなんで、それこそさっき言いましたけど、メンタル弱いって安直に言う人って、はい、ジュニアの子だとまず親に任せっきり、時間の概念が適当、準備も親にしてもらってる、ね、コミュニケーションも親同士で子供のスケジュール組んでしまってるとか、ね、親御さん同士とかあったりして、子供が主じゃなくなってくるんですね。もちろんある程度の年齢まだ必要だと思うんですけど、もうでも小学校高学年、4年生の後半、5、6年生になってきたら、ちょっとずつそれは大事に、で、結局そこで試合さえすればいいっていう感じになってしまうと、結局メンタルって、じゃあテニスだけのメンタルかって言うとそうじゃないんですよね。もう普通に日頃から大事になってきますから、安直にメンタルという、でもこの時のこの、例えばじゃあね、リードしてて勝ちそうになってまくられる人、じゃあ 5-2 の時に自分のメンタルはこうこうこうでとか、それは分かりますよ。 40-50 の時はどうしてもなんかゲーム取りたくて焦っちゃって自分のミスが増えるとか、そうしたらこのケースはこういう風に指摘しましょうってなんですけど、安直にメンタルっていうのは良くないと思います。で、あとはやっぱ上手な人は切り替えがうまいです。例えば気持ちを切り替えるために休む、寝る、他のことをする、まあダラダラするっていうのも意識の上でダラダラしてればそれは切り替えになるんですよ。なのでそういう切り替えも含めたメンタルが弱いことが多いので、まあ、そこら辺が結構大事になってくるかなと思います。なので切り替えの速さもそうだけども、そもそも自分はどういう状況で
苦手なのかと。例えばじゃあね、ダブルスとかでね、インドアとかで試合して天井があったってどん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 前詰めてきますよ。いやでもそのボールで前詰めたらね、天井なかった場合はもうロブ抜かれてますよ、ポーンって上げられますよとか、でそれで試合出てメンタルが弱いからっていうのはちょっとおかしいと思います。なので、そこの切り替えのメンタルは技術にも帰結するし、時間とか準備の概念、ね、目的のコミュニケーション能力にも関係しています。で、最後その体力なんですが、体力ってじゃあ筋トレすればいいかとか走ればいいかっていうわけでもないんですが、まあ、体力っていうのはまあ、ジュニアだとこういうコーチやめといた方がいいです。まあ、あんまりないと思うんですけどね、まだ成長段階にない、例えばまだ筋肉も発達してない身長伸びたい子に全然試合勝てなくて、あ、筋トレしなさいってわけのわかんないことを言うコーチはこうブーです、はい、逆に怪我したり身長伸びなくなったりしますから、柔軟性、ストレッチとかね、あと、まあ、自重負荷だといいと思います。自分の体重で腕立てとかはね、あんまそこまで僕はあれなんでね、こう体幹もまあ大事だったり、あとはまあ縄跳びとかそういう瞬発系のものであればいいと思うんですけども、あの時に筋トレっていうのはダメだと思います。まああとはあれですよね、テニスってしっかりした育成とかだったらまた話は別なんですが、野球とかサッカーとりあえず走らされるじゃないですか。とりあえずって語弊がありますけど、バスケとかバレーとかそうだと思うんです。基礎体力大事なんですね。だから普通で日頃なんかどうって YouTube 見てゲームしてね、テニスの時だけこう体を動かしてること、じゃあ常日頃外で走り回ってることになってくると、こう体力が違うんですよ。回復も違うしってなってくると、そのジュニアの子だと常日頃こう動き回ってる子、外で遊んでることをもうずっと家で引きこもってゲームをしていることではまあ差ができますね。したらやっぱこうゲームの時間をちょっとこう外で遊ぶとか、まあ、キャッチボールするとかちょっと走るっていうのは大事だと思います。だからそういった意味ではこう体力で心肺機能を鍛える上ではその年代別というか、はい、大事になってきます。で、まあ、テニスって長距離の走るのっていまいちだなと思われがちなんですが、まあ、10キロ20キロ走るのはね、シコラぐらいかなっていう感じになってくるかもしれないですけど、ただ3キロ4キロとか軽く走るのは大事だと思います。で、大人の方、特に私ももう40、今年4なんで気をつけてるんですけど、体脂肪率と体重気をつけて、あとお腹周り、はい、楽してテニスは上達しません。で、例えば、まあ、身長を引くマイナス100ぐらいでいいんじゃないかなって。僕は162センチぐらいで体重61キロぐらいなんで、まあ、体脂肪は、まあ、16、7ぐらいですかね、なんですけど、明らかお腹周り多い人とか怪我をしてしまう可能性も出てきますので、体が大きすぎるとね。で、日本人ってアキレス腱腱が短いんですよ。なんでアキレス腱切ったりしやすくなりますから、まあ、本当に強くなるのは自分のその体ですよね。で、体重気にする方も体脂肪を気にしてください。で、体脂肪はまあ、なんだろうな、まあ、ざくっと言うと、まあ、一般の大人だと、まあ、女性の方だと、まあ、28を超えないように、まあ、試合とかで、ね、こうパフォーマンス上げたり していけばいいと思いますし、男性の方は 20% 超えないようにってぐらい、まあ、あんまり、ね、普段お仕事しててね、テニスをやっててから、まあ、ストイックであるのはいいかもしれないですけど、あとテニスって一桁台の体脂肪になってしまうと 4% 5% とかになってしまうと持久力が落ちてしまうので、ね、一般的にはフェデラーとかも全席 10% 前後とか言われてますよね。そこそこな脂肪が、あとお腹周りついてる、まあ、筋肉なんですけどね、まあ、お腹を別にボクサーの人みたいにこうね、こうシェイプする必要なくて、お腹が筋肉であればちょっとこうぽっこりしてるじゃないですか、テニスの選手の人って。でもあれは筋肉ですけどね、贅肉にならない程度に、うん、鍛えていくのがいいのかなと思います。うん、で、あとはその部分部分鍛えると、太いまま鍛えてしまうとやっぱり怪我の原因になるので、僕は基本的に柔軟だから肘つくぐらい足開いて、まあ、男性の方の柔軟と、あとはやっぱ自重負荷、体幹ですよね。プランク、特にサイドプランク、テニスはサイドと後ろがあるんで、そのプランクとかを意識、その上で筋トレをしていく分には大事だと思うけど、それがない場合はまずはそこの体幹とかを重視する。サイドプランクと、あとバックプランクは意外とできない人多いです。私も結構最近できるようになりましたけど、はい、といった形でね、技術、切り替え、体力は大事。オンコート、そうですね、体力ね。なのでよろしければご参考ください。ちょっと長々と話してしまいましたが、まあ、結構大事です。で、この3つずつがクリアされていると確実にテニス上達しますし、強くなります。はい、特に視聴者の皆さん、僕の年齢前後の方が多いので、共に頑張っていきましょう。
今日は加藤の毒舌テニス上達のための秘訣でした。では今日はこれで終わります。どうもさよなら。